はいどうも、メタドットに関する情報をお伝えするメタドットニュースをお伝えするなるのへいです。よろしくお願いいたします。今回はテレワークでの配信となっております。いつもと違う形の動画配信になっております。ちょっと世の中的な、情勢を踏まえまして、メタドットチームもテレワークの方に、全体的に移行しておりまして、はい、メタドットニュースの方も、今回ですね、いつもは都内某所にある、メタドットルームというところから、収録をして配信していたんですけれども、今は、ちょっと、そういった状況を踏まえまして自宅で収録をして配信させていただいております。そう、そんでなんか画面にワンダラ、これナマコ型メダロットワンダラって言うんですけども出てると思うんですけれども、これ僕が好きなメダロットです。画面が寂しいんでね、ちょいちょいこいつを出して、行きたいなというふうに思うのでよろしくお願いします。はい、それじゃあ早速、いつもと変わらずね、メダロットに関する情報の方をお伝えしていきたいと思います。今回のトピックはこちら。その1、メダロット関連お知らせ。その2、メダロック配信記念ログインボーナス情報。その3、激闘ロボトル情報。その4、コンビニ入荷情報。その5、挑戦ロボトルリンタロウ編。その6、超ランクアップパック限定販売に関する情報をお伝えしていきたいと思います。それじゃあまず最初のメダロット関連最新情報の方をお届けいたします。こちら。はい、前々からお伝えしているメダロック起動の音楽配信の方が4月11日土曜日から配信開始してます。どこでね聞けるかっていうのは概要欄に、リンクがありますので、そちらの方でご確認いただければと思うんですけれども、めっちゃいろんなところで聞ける、はい、ように先週の土曜日からなってるので、ぜひ聞いてみてください。今回、メダロッターズストアの方でもともと CD が販売されていたメダロック起動なんですけれども、音楽配信に伴ってボリューム1、2みたいな形に分かれてます。これはなんかストアに登録するときに、ちょっと分けなきゃいけなかったっていうところの理由なんですけれども、ボリューム1の方が、メダロック起動の CD に入っていた1曲目から10曲目、ボリューム2の方が11曲目から20曲目の方が、分割して収録されているような状況になってます。そして、この今回の配信にあたって、事前に本当は生配信でねリリース日決まりましたっていうことを、メダロックの音楽プロデューサーの井戸賀さんとね一緒にやりたいなって話をしていたんですけれども、ちょっと残念ながら今のテレワーク期間のところも伴いまして生配信見送りました。で、井戸賀さんからプロデューサーボイスみたいな形でね別途動画の方を、いただいているので、そちらの方はこちらも概要欄、あと上の方にもリンク出てるのかなの方から、ご覧いただけると嬉しいです。配信に関してね熱い思いの方がね井戸賀さんからいただいております。そして、メダロックの、関連のところで言うと、今ツイッター上でアンケートの方を募集してまして、これ何かっていうと、メダロックの去年11月23日に渋谷ストリームホールで行ったライブの、ライブ映像だね、ライブ映像の方を、一部、皆さんにご覧いただきたいということで、どの曲を聴きたいかっていうののアンケートをやってますので、ぜひツイッターメダロックの公式アカウントの方をご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そうでね、メダロックのねメンバーの方々もいろんな動画とかそういったライブのキャスみたいな形でねいろんな情報配信とかもこのタイムしていただいているので、いろんなね方に支えられてメダロックっていうのはできているんだけれども、ぜひそちらの方も見ていただければなと思います。すべてねメダロックの、ツイッターアカウントの方から、情報の方はフォローアップしてますので、そちらの方、ツイッターアカウントフォローしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらの方も概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。以上、メダロックと関連最新情報をお届けいたしました。ここからはメダロット S 最新情報をお届けしてまいります。まずはこちら、メダロック配信記念ログインボーナス情報。日程については4月の9日の木曜日から、5月の6日の水曜日23時59分までになってます。期間がね、28日間あるんですけれども、そのうちの14日間、来ていただければ、毎日ルビーがもらえるようなログインボーナスをやってます。先ほどのねメダロックの配信に合わせて始まったキャンペーンなんですけれども、ぜひね、メダロック聞きながら毎日ログインしていただいて、ルビーゲットしていただければと思いますね。よろしくお願いします。はい、そして続いてはこちらになります。激闘ロボトル情報。今回登場するメダロットはこの3体になってます。大チャンコ、シアンドック、サイドムーブの3体ですね。はい、比
間の方は4月の16日木曜日の15時から4月の23日木曜日の14時59分までとなっています。メンテナンスの状況によりまして時間の方は変動がある場合がありますのでご注意ください。それでは機体について説明していきましょう。まずは大ちゃんこの方から、いきます。まず大ちゃんこ、こちらにつきましては、メダロットガールズミッションからの参戦の機体になりますね。はい、GTD 型メダロットで、モチーフは力士モチーフの、メダロットになってます。なぜ GTD なのか、これについてはコメント欄でね、予想をね入れていただくと嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。なかなかねひねりを利かした、ネーミングだと思ってます。はい、で、大ちゃんこ、もう少し詳しく説明していきますと、メダロットガールズミッションのなでしこ体育大附属高校3年生の、白鳥翔子のパートナーメダロットということですね。はい、白鳥翔子自体は、まあ膝の怪我で、引退してしまったんですけれども、女子相撲の元横綱という実力者になっております。はい、それでは引き続き機体についての説明の方いきたいと思います。頭部パーツが格闘ガード、右腕パーツがガトリング、左腕パーツがミサイル、脚部パーツは戦車パーツになってます。特徴は頭部だね。頭部パーツの格闘ガードを持っている、キャラクターが激闘ロボットに参戦といった形で、これは熱いですね。格闘ガードというと、既存のメダロットですとメダロットガチャの方で登場する星2のメダロットバンプスキッドですね、こちらの頭部パーツが、格闘ガードになっています。まあ、こちらのねバンプスキッドに比較すると、まあ、使用回数だったりね、走行以外の部分が全体的にちょっと、大ちゃんこの方が、スペックの方は下がっている、状態なんですけれども、まあ、星5までね、集めれば、ランクアップできるってところが、大ちゃんこの、強みなのかなというふうに思います。格闘ガードの性能についてなんですけれども、格闘ガードは味方への格闘攻撃を無効にすることができるといった形で、4回まで攻撃の方をブロックする間に入って止めることができることが特徴、無効だからねゼロにできるので強いです。格闘ガードランクごとのね効果についてこの機会に補足させていただきますと、星2になると重点と冷却がプラス50、星3になると重点と冷却がプラス100、星4になると重点と冷却がプラス150で、星5までいきますと重点と冷却がそれぞれ200プラスされるに加えて、もともと4回だったガード回数が5回になるといったところでね、使い方が変わってくるといったところが特徴になっています。あとは脚部ですかね。脚部は戦車の中でも重量が比較的高めのパーツになっています。耐久性にね優れる戦車パーツなので、しかもヘビーもね3つ積めるので使いこなしていただければと思います。戦車パーツは地形の相性が全て B といった形で地形を選ばないのも特徴になっています。その他登場するメダロットは今回シアンドックですね。シアンドックは素早い射撃が人気のモデル、見た目もかっこいいあのシアンドックがまた激闘ロボットに登場いたします。こちら再登場ですね。でもう一機体はサイドムーブになってます。サイドムーブ自体も再登場のメダロットになってます。右腕のねコンシールといったパーツと、あと脚部の潜水といったところはなかなか入手機会が少ないパーツなので、ぜひゲットしていただければなと思います。以上激闘ロボトル情報でした。はい、続いてはコンビニ入荷情報。今回の登場する機体はこちら、 EPI 型メダロットエピキオンをモチーフにしたボーンクラッカー。地形を選ばない浮遊パーツを脚部に持ちまして、両腕がソード、頭部がノーストラップになってます。そして、もう一体は、GRM 型モチーフが謎なおなじみワイルドウコーンが、再登場しております。両腕のねハンマーの威力がやばいです。今週のねコンビニの入荷はねちょっとモチーフがよくわかんないみたいが登場しているところが面白いところかな思います。まあでもエピキオンはねググれば何なのか出てくるんで、まあ、ちょっとね よくわかんないけど、うん、見ていただければと思います。それでは続いては挑戦ロボトルリンタロウ編について紹介していきたいと思います。はい、挑戦ロボトルとはっていうところなんですけれども、まあ、ロボトルワールドに訪れたメタロッターと対戦して、そのロボトル結果に応じたロボトルポイントから何かがもらえるよみたいなイベントになってます。はい、怪人 Z 仮面がね、暗躍しているイベントになっているので、今回もどんなことが起こるのでしょうか、お楽しみいただければと思います。日程は4月の16日木曜日15時から4月23日の木曜日14時59分まで1週間となっています。メンテナンスによりまして時間前後する場合がございません、ご注意ください。今回リンタロウ編ということで、登場人物としてメダロッターのリンタロウが登場し、リンタロウについてご紹介していきます。本名波島リンタロウ、
亀山小学校のメダロット部に、所属するメダロッターになっています。熱血で屈託のない一直線な、性格でして、憧れのね、ヒカルさんを目指して今日もみんなロボ取ろうぜみたいな形で、とにかくなんか語尾にぜだぜっていう風に、つける、まあ、結構このメダロッターリン太郎は当時、まあ、20年前ですかね、はい、コミックボンボンの方で連載して漫画が人気でして、メダロッターリン太郎の漫画の主人公、そしてそれに続くメダロット R の漫画の主人公がこの波島リン太郎くんだったりします。そんな熱血野郎リン太郎くんが今回のゲストキャラとして参加するといった形で、今回リン太郎くんが参戦いたします。で、リン太郎くんを、支えるパートナーとして愛希については忘れてはならないんですけれども、リン太郎くんの愛希はカンタロスになってます。このカンタロス、まあ、ちょっとややこしいんですけれども、あの一期のメタビー、アラセのクロスみたいな感じでパートナーメダロットのことをカンタロスって、リン太郎くん呼んでるんですけれども、カンタロスという名前の機体がメダロットには存在してます。こちらの機体になっていまして、まあ、コンセプト的には2020年まさに今年ですねに、登場する2020年タイプの KBT モデルといったところがコンセプトになってます。ただちょっとリン太郎くんの使っているカンタロスって少しカスタマイズされたカンタロスになっていまして、まあ、リン太郎くんだけのカンタロスといった形のキャラクターになっています。カンタロスについて簡単に説明します。 KBT タイプのメタビート同様のね、兜型のメダロットになってまして、基本に忠実にミサイル、ライフル、ガトリングの3点セットをね、装備した射撃が得意なメダロットになっています。チューニングとしてはね、後期生産のため、まあ、軽量化を図られていまして、軌道が非常に上がっているといったところが特徴な、機体になってます。このカンタロスくんもテレビアニメの方とかにもね、登場してたりしてまして、テレビだと結構ね、喋ったりする、キャラクターだったりするんですけれども、まあ、最終決戦ではね、あのジャイアントメタビーで、プリミティベリーを戦うんですけれども、その時なんかね、こんな僕でもメタビーの右腕くらいにはなれるはずですみたいなね、感じでね、かっこいいねセリフをね言ってくれるんだけど、本当にその後右腕の中入ってねリボルバー撃つっていうね、そんなキャラクターなんですけども、そのカンタロスくんと、リン太郎くん、このペアがね、ナイスペアが、今回の挑戦ロボトルで参戦してくれるといった形なので、ご期待いただければと思います。そして今回の挑戦ロボトルで入手できるメダロット、これがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。それがこちら。はい、ということで、SGL 型メダロットのシーガルが今回の、景品と、なっております。この機体はメダロット R に登場したメダロットなんですけれども、ついに、メダロット S で、シーガルの方の 3D モデルが登場していると、いったような状況になっています。そんなめちゃくちゃかっこいいシーガルなんですけれども、ちょっとパーツの機能がですね、メダロット S 特殊なパーツ構成になっているので、こちらの方を紹介していきたいと思います。まずは頭部パーツのカーレンドラ、こちらにつきましてはファイヤーショットという技になっています。これは新技ですね。どんな技なのかと言いますと、症状ファイヤーを付与する射撃攻撃となっています。で、右腕はレーザー、光学攻撃でチャージゲージの方が一定数溜まると威力が倍になっていくと、 1.5 倍2倍となっていく、レーザー攻撃になっています。で、左腕ドラゴターアーマーにつきましてはメルトショット、これも新技になってますね。症状メルトを、付加していく射撃攻撃というふうになっています。で、脚部は浮遊といった形で、どんな地形でも相性が良い、パーツになってます。強いね。ファイヤーショットとメルトショット、まあ、ファイヤーを症状をつけるかメルトの症状をつけるかの違いなんですけれども、ファイヤーはね、継続ダメージを与える時間の長い、症状でして、メルトは、継続症状の時間は短いんだけれども、その分威力がね、高くなるといったような、攻撃パーツになってます。ランクごとの、効果なんですけれども、メルトショットもファイアショットも同じです。星2ランクになると、成功がプラス100、星3になると、成功がプラス200、星4になると、成功がプラス300、星5になると成功がプラス400加えるといったような、ランクアップ効果の方があるパーツになっています。はい、その他にもね、メダロッターの報酬としてリン太郎がゲットできたりとか、イベント限定のファイヤーメダルとか、他にも報酬いろいろありますので、イベントページの方で詳細の方を見ていただければと思います。よろしくお願いします。今回もみんなで達成するみんなでミッションがありますので、ぜひみんなで達成して研究データロムを、ゲットしていただければと思います。よろしくお願いします。そして最後はこちら、超ランクアップパックの限定販売情報になっております。
日程につきましては4月の16日の木曜日の15時から4月の23日木曜日の14時59分までとなっておりまして、挑戦ロボトル凛太郎編と同じ時間、パックの方の販売が、開催されております。内容についてはガチャで、排出した星3メダロットがそのまますぐ星4に、ランクアップできるまでの強化ブースターか、あとは NFRP、200万コイン、そしてサイプラシウム合金がね、入ってまして、研究データロムだけ、含まれていないんですが、これはね、挑戦ロボトルのイベントの方で、期間中にゲットできるものを合わせて使っていただければ、ガチャで出た、メダロットがすぐに星4にできる限定パックがイベント期間と合わせて開催してますね。ご確認いただければと思います。はい、ということで、今回、このような形で、ワンダラーとね、共にね、情報をお届けしてまいったんですけれども、まあちょっと今回テレワークといった形の配信になりまして、次回もどのような形の配信になるのかは、考えていきたいなというふうに思ってます。メダロットのね、いろんな情報を、引き続きお届けしていきたいなと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。以上です。ロボトル、ファイト。